四万十川がゆったりと流れる高知県東和村。全国の過疎地に共通しているのが若年層の流出だが、ここでは多くの青年が農業に未来をかけて村に残っている。青年たちの農業研究グループの一人、酒井君、24歳だ。東和は全国有数の椎茸の産地である。それが青年たちをとどめる大きな力となっていることも確かだ。酒井君は椎茸の原木の林へ下刈りに向かう。まあ、親父さんなりおじさんなりがやってきたことをただ暗に受け継ぐだけじゃなしに、やっぱり自分が考えてやらんと、やっぱりどういうかね、取り残されていくんじゃないのかね。結局もう零細のか切り捨てとかなんとか言われて、その中である程度生き残っていくだけにはどうしたらいいかいうことも対応していかんと。やっぱり自分は農業好きだけども、結局農業はできなくて、どっかへ出稼ぎに行くとか働きに行かねならんというような形になっていくんじゃないのかね。まあ僕らの部落でもあるんですけども、牛をやれと言って、牛がいかなんだ、養蚕をやれと。養蚕、まあ養蚕はある程度成功してますけどもね、その人なんかはまあ初めに養鶏をやったわけです。養鶏が全然ダメで、それが今度牛をやって、肉牛をやって、その肉牛がダメで、今やっと養蚕に取り付いたという形で。まあその何言うかね、あれがいかなんだらこれをやらせばええわというような形のね、農政でしょ。結局本当に自分たちの農業、農家の人たちのね、ことを考えてないような農政が多いですわね。仲間が集まる。本気で農業をやる気の者だけが残ったのだと彼らは言う。来るというよりか、生ができよったわけよね、自然に。まあ、今も自然やけど、本当自然の状態でできよるわけよね。椎茸だけです。これからはやっぱり作るという考え方がね、作るというあれで やらんとね。何が何でももう原木資金、生き抜かんといかんという、そういう原木資金かけなかった。がむしゃらなところから出てるわけだね。で、ようやく考えていたのが、ユーズというところだけどね。まず、初年度は30あるぐらいになる。30ある。まだ手探りか。手探りよ。全然ダメよ。どうなるかさ。西山君は、桑畑の草刈りだ。僕の中学友達、同級生ですよね。それは僕一人ですね。農業してます人は。僕が高校卒業して、そういうのを切り開いたんですがね。僕らの場合は、やっぱり、なんですかね、ここで残って仕事がやれるということで、やっぱそれだけ恵まれちゅうかね、と思いますね。椎茸をやっている門脇君。一人一人が、自分の農業を作り出そうとしている。一番向いてる仕事と思うから、これ僕の成果でね、椎茸やりたいと思うけども、いろいろ原木なんとかね、そういうものがあって難しいけどもね、やっていきたいと思います。今もそうやけども、ますます厳しいようになると思うね。全般的にいろいろ経済的な面から、もう何かしわ寄せがね、ますます寄ってくると思うね。都市化の幸せがね、やっぱり日本の今の生き方がね、そうになってくるしね。そうやし、そうだね、宝な。
ったんやけどもね、なんかもう少しこう農村をね、農村っていうものをね、全体的な面から大切にしてもらいたいと思うね。やっぱり農村はただ食料とかそういうものを供給するだけでなし、日本人のそういう心というかね、そういうものがやっぱり農村にはまだ残っていると思うね。で、そういう面で、やっぱりね、もう少し国の政治の上から大切にしてもらいたいと思うね。鹿踊りを守り伝える彼ら、多くの過疎の村が祭りを失った。だがここでは村人たちのものとして祭りは生きていた。